はい、速稼塾の久保です。ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。前回ですね、そのミスター M さんがこのベンチプレスね、100キロ上げるっていうところを見させられましたね。やりましたね。やっぱりすごいですね。まあ私のジムにはベンチプラスができる環境がありませんので、まあバーベルはねあるんですけども、こう肩を鍛えるためのことはできるんですけども、さすがにですね50キロ60キロ100キロっていう重りをつけてちょっとねベンチプレスをしたらちょっと危険かなと思いますね。やっぱりまあ、パワーラックなどあってセーフティーガードができる環境でないと、私もねこの高校の時に初めてボディービルをしたんですけども、その頃ねやっぱりベンチプレス100キロとか110キロやってたんですよ。そうすると力尽きたところでくにゃってなってね、首を挟んでしまいまして、で近くに仲間がいたんで助けてもらったんですけども、いやあれはね死を覚悟しましたね。だからああいうことがありますんで、やっぱベンチプレスすごい重い重量になりますし、それがねおいそれと上げれないような重量で潰れるじゃないですか。だからねミスター M さんみたいにしっかりと覚悟した上でやった方がいいかなと思うのと、必ずね誰か補助者をつけてやることが大事だなと思います。もちろんパワーラックをつけてもいいんですけども、パワーラックねまた自宅に置ける方ってなかなかいないんで、まあそういう時はジムに行ってやるか、トレーナーをきちんとつけてやるのがいいかなと思います。やっぱり安全にやらないと意味がないですからね。で、あとね私も47歳になりまして、結構体を痛めてるところがあるんですよ。まあ年を取ってね油断してたところがあるのかなと思いますけど、例えば昨年の9月に私肩を脱臼しまして、で放置して直したんですけども、やっぱりね以前みたいに遠くに物を投げれたりとかね、重いものをグッと上げるときには結構緊張しますね。まあ、ですからもうそういう意味では私のボーダーとしてはもう100キロとかっていうのは挑戦しない方がいいかなという気がするんですよ。もちろん徐々に負荷をかけていけばできるんでしょうけども、まあ、私の場合はですね健康のボディービルなんで、筋トレとかもね、やっぱり今の体型をいかに保っていくかってことと、いく分ねシャープにするっていう意味では、まあ、これね動画を見てくださる方はハードにトレーニングしたい方も多いと思うんですけども、まあ、自分のね力量に合わせたこう筋トレをしないとやっぱり意味がないんで、怪我をするためにやってはいけませんので、ね、安全第一でやっていただきたいと思います。たまにはねこうやってやるぜみたいなエネルギーも出るんですけども、それも大事なんですけども、やっぱり自分のコンディションを見極めていくこともやっぱりねすごく大切になってきますんで、ご無理はなされないようにということでございます。まあなんか難しいですね。ちょっと無理しながら無理をしないっていうね、この感覚がやっぱりトレーニングなんですよね。これからもミスター M さんのアドバイス通りに私もやっていこうかと思います。今後もよろしくお願いします。